ございます、今日は宝塚ガーデンフィールズに来てるんですけど、これで半年ぶりになるんですよね。で、4月の1日で、私が座ってるこの位置から、ルコージュム、スノーフレーク、スイセン、ヘルボールス、ムスカリ、ユーフォービア、ボケの園芸品種などなどなど、まあ、いろんなものが咲いているから、なるべくたくさんの植物を紹介して、あとはちょっと春に咲く、低木類の剪定について、あとその仕立てについてちょっと話したいと思いますから、もしよかったら一緒に見てください。これはボケの園芸品種、優しい色ですね。ボケは2年とか3年目の枝で花芽がすくうんですよね。よく見るとこういう短い枝で花が咲いてるんですよね。で、この株は、このようにまあ、ワイヤーはわして、そのワイヤーに麻紐で縛ってるんですよね。で、これこういう仕立て方をするときに、形になってるこう何回も切られてる株じゃなくて、若い株が一番いいんですよね。できたら足元の方から新芽たくさん出してる株が一番いいんですけど、そういう株がなかったら、例えば、このぐらいの高さの株、3、40センチぐらいの若い株を買って、この最初のワイヤーよりもその若い株を、ワイヤーから、まあ、適当に、まあ、10センチ、15センチぐらいこう下がったところで切っちゃうんですよね。頭を切っちゃう。そうすることによって、まあ、ここから、1、2、まあ、3箇所ぐらいからこう新芽を出してくれるんですよね。で、その新しい芽を右とか左になるべくいろんな方向にこう斜めに倒しながら縛っていくんですよね。で、それを繰り返してやると、まあ、この株みたいにだんだんとこう壁にこう広がっていくんですよね。で、あとはですよね、自分の方にこうこっちの方にね、壁から離れていこうとする枝をずっと短く切るんですよね。そうするとその短い枝でこういう花芽ができるんですよね。で、こういう剪定すると厚みがそんなにないんですよね。だから場所はあまり取らないんですよね。で、普段ちょっとこう使えないような植えられないような場所はこのようにこう綺麗にこう花とかこう葉っぱで埋まってしまうんですよね。らしい尻尾みたいな花は、猫柳の花ですよね。で、この猫柳は、毎年剪定されてるんですよね。ちょうど今の花芽がちょっとこう汚くなったら、去年ここで、4月にここで来て、で、夏の間にその芽がこう動いて成長して、それで今年の4月にこのような花が咲いてるんですよね。だから今年もこの咲き終わったところをなるべくこの下の方で切り戻さなくてはいけないですね。それは1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目の芽でどれでもいいです。なるべくこう短く切ってあげた方がいいですよね。そうすることによって今度1本だけじゃなくて2、3本ぐらいの新しい枝が出てくるから、来年の今頃にたくさんの枝でもっといろんなもっとたくさんの花芽がすくうようになるんですよね。このようなコンパクトな株になるんですよね。これはシュモツケゴールフレームという品種ですね。このように春になったら去年咲いたところ全部こう切り戻して、なるべく下の方にあるこのようなこう元気な芽まで切り戻すんですね。そうすると立
派な格子目が上がって、このぐらいの高さで3、40センチぐらいの高さでそのピンク色の花が咲くんですよね。